どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ついにあれがね、配られました。ということで、前回来ました時空チャレンジにおいて、こちらでん、時空が配布されました。見た目はなんか結構渋い感じのやつですね。はい、時空コル誕生しました。ついに今までなんかいろいろコル系ありまして、全然関係ないけど、僕昔友達からのあだ名コルだったんですよね。意味わかんないですよね。俺コルって呼ばれでもなんかいいよね。ユーコルだとちょっとワンチャンね、なんかユーコルなんですかとかあるかもしれないけどね、ずっとコルって呼ばれ、まあどうでもいいですね。まず魔王コルね、いっちゃんダサいわ。清流コル、いやもうなんか中二病、妖精コル、あでもこれは結構ね悪くないけど、語呂が悪いね。で時空コル、まあ時空コルちょっと好きだけどね、正直ちょっとだけ好き。でやっぱりでも一番はな、キューコルなよね。これキューコルって言い出したやつマジで誰、語呂良すぎ。俺本当にキューコルの語呂の良さなんなんマジで。セールウコルとかさ、時空ウコルとかさ、結構ねユーコルのウコルに繋がってるやつは多いんですけど、キューコルだけ語呂良すぎるんだよなマジで。インフメ出るもんね多分、キューとユーでね、めちゃめちゃ語呂いいもんね。まあなんとして僕キューコルが好きです。ちなみにね、あの5を持ってない理由はね、最終ミッションまでやったんですよ。で最終ミッション動画でやりたくて、動画ネタにしようと思ってたら期間過ぎて終わったっていうね、クソどうでもいいことでね。そうだから、あの最後1個ね、2分間チャレンジみたいなのがあって、誰でも勝てる簡単ダンジョンだけやんなかったっていうね感じなんですけども、まあ僕はもうキューコルがダントツで好きですね。ただ今回ね、時空が無事配られました。で今回ですね、ちょっとこの時空について、まあ、僕が思うことをね話していこうと思います。で今回の時空特徴としては、4次元を攻略することでもらえて、4次元っていうのが結構やっぱりね、そのでもこのフレンドの方々も物語ってくれてるんですけど、こいつが強いんですよ。なんかいたな今お前、名前にユーコル神ってつけてパズドラやってんのかお前お前代償でかない、いつでも外していいからね。俺もこんな感じでね、結構うちのフレンドが語ってくれてますわ。まあ、正直なかなかのキャラゲーだったわけですよ。ただ、まあ、正直ねキャラゲーだったんだけど、俺が思うにね、まあ、今までの称号も全部キャラゲーなんですね。妖精、魔王、清流ですか、まあ、僕全部持ってるんで言いますけど、キャラゲーだったんですよ。唯一マジで清流ぐらい、本当に清流ぐらいですね。清流で無効パーティー使ってない人ぐらいです、マジで。キャラゲーじゃなかったのは、清流も別に無効パーティー使ったらキャラゲーだったんで、本当に清流見かけで取った人と時空見かけで取ったバケモンいやマジで時空見かけで取ったやつはバケモンっす、本当に。あのいい意味で、もちろんいい意味でね、バケモンっす。そういうマジでパズル頑張って取ったすごい人たちは、あのまあ、キャラゲーじゃないって言えるかもしれませんけど、それでも見かけなんで、結局キャラゲーなんですよ。だからなんかキャラゲーだキャラゲーだっていうのもちゃうとは思うなと思います。ただマジでデートながらキャラゲーって強く言ってる人の気持ちは本当にわかる、本当にわかるよ。だってシーエルフでさえ火と水のコンボいるし、ノーチラスでさえ木の6ゲシいるし、ロイヤルオークでさえ水の5ゲシいるんですよ。デートな光の上行くんだら8コンボ加算やもんね。おかしいもんね、言ってることが。8コンボ加算がやばいんよ。だからマジでデートナーに対して批判的な意見を持ってる人の気持ちはめっちゃわかります、正直。ただなんかだからって称号批判みたいな感じなのはなんかちゃうなって感じしました。まあだってヤマピーとかマックス村井さんが今回時空取ってますけど、確かにデートナーのテンプレ組めたら、まあ正味誰でも勝てるんですよ。なんでかっていうと、デートナーでも光4で、あの8コンボ加算入るんで、その時点で9コンボなんで、光4と 1C 組めればもうそれだけで敵死んでたんで、まあ本当にそれはねそうなんですけど、やっぱその上でもやっぱそのね立ち回りとかもあるので、個人的になんかその一括で全部キャラゲーだっていうのもちゃうなって感じがしました。なので取れた人は誇って時空つけていいと思いますし、逆に取れんかった人は次の称号チャレンジ挑戦してもらえればいいのかなとは思います。ただね、ちなみに僕ね、これもほんと正直な話なんですけど、時空にあんまり魅力を感じてなくて、やっぱこれ僕の名前選手権っていうのがあるんですけど、まあまあまあ、まあ、第1回魔王コル、もうあのこれは即ボツですね、もうはっきり言ってダサいんで。次清流コル、まあ、正直これちょっとねちょっとだけ好きだったんですけど、清流コル、あの語呂がいいんでね、清流コル、そう、流コル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 、似てるんでね、僕ちょっとやっぱね、あんまかなって。で妖精コル、もうこれは論外ですね、話にもなりません。もうあの自分妖精だと勘違いしてるやばいやつになっちゃうんで、
時空コル、時空コルもちょっとありだけど、なんか違うかな。だったら青龍コルの方がいい。九コル。え、九が一番良くないですか、称号ガチで。あの別に名前にユーコルってつけてるときは僕青龍つけてたんですけど、あの正直僕見かけで取った青龍だけは唯一誇ってるんで、この中の称号で唯一誇れるのは僕青龍なんですね。僕青龍見かけ取った時の自分は本当に誇ってるので、未だにすごいと思ってるんで自分で。別に誰がなんて言うが、見かけで青龍取ったやつは僕はすごいと思ってるんで、特にあの強化前の見かけなんでね、パズルもめっちゃ難かったんで僕はすごいと思ってるんで、青龍は正直誇ってるんですけど、基本的にやっぱりこれが一番いいんだよな、マジで。キューコル本当にさ、これ一番最初に俺の名前キューコルって言い出したやつマジ誰なんやろうね、これ本当に誰かわかんねえけど天才だと思うわ。一番いい。どの称号をもらっても今嬉しくない。別にだって今回時空もらったじゃないですか。正直時空嬉しかったけど、でもそれよりもキューもらった時の方が嬉しかったもんね。キューコルなんでこんなゴロいいんだろうな。しかもキューでな、だって5コルとかもダサいじゃないですか。で100コルとかもダメだし、プロコルとか公認コルとか王者コルとかね、ダメじゃないですか。あと戦王コルとかね、ダメじゃないですか。この新しいやつね、戦王コル、あれなんだっけ、これか。でも9コルめちゃめちゃゴロいいんですよね。個人的にはなんか別に称号とかないんですけどもいいと思うんで。だってさ、称号わかる、めっちゃわかるよ。その称号でやっぱそのね、あれが決まるみたいなのはあるかもしれませんけど、なんか結局称号じゃないと思うんですよ。結局その人がどんぐらいパズル上手いかとかね、そういうところだと思うんですね、個人的には。だからなんか結局称号なんてまあおまけじゃないですか、結局は。で王冠も結局はおまけなんですよ。ただそれをもちろん求める人もいれば、例えばランクとかに関してもね、スタミナの最大値が増えるぐらいなんですよ。それでも1500-1600まで上げるガチの人もいて、王冠全部取ってる人もいて、称号をね、もうなんか王者も持ってますとかって言うんですよ。まあ王者とかになるとちょっと話変わってくるな。あれはな、おまけじゃないな、もう。その次元までちょっとおまけじゃないけど、まあ、基本的にこういうなんか一般人が取れる称号っていうのは、まあ俺が持ってるような称号は、基本的にはまあパズドラの上位勢は絶対取れるので、考えた時には、なんかまあ別にそんなに、ネガティブにならなくてもいいのかなとは個人的には思いました。まあ、ただいろんな意見あると思うんでね。あれですけども。ということで今日はですね、あの時空が配られたよという話をね、する動画でした。なんかあれですね、これまたこういう動画上げるとね、なんかあのいろんな意見が来ると思うんですけど、もう今回言っときます。全員の意見が正しいです、本当に。あの他人を批判しない意見は全て正しいと思います。例えば取れた人に妬みでお前それキャラギャルって言ってる人の意見は全部間違ってるんで、もう帰ってください。ただ、いろんな意見があると思うんで、全部の意見が僕は正しいと思います。ただ今回は僕の意見としてこの動画を上げさせてもらいます。まあ、分かりやすく言うと、あの時空取れたからちょっと褒めてほしいなっていう動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。虹出た、マジ。このシリーズで虹出んの初なんだが、次パイ使った動画上げます。じゃあ嬉しいんで。